今回紹介するお店は福井県鯖江市北野町の鯖江横丁内に8月2日にオープンしたお好み焼きマルコさんです。鯖江横丁は飲食業で地域を盛り上げようと地元の飲食事業者が幹線道路沿いの敷地に整備、コーヒーショップやハンバーガー店、ラーメン屋などが軒を連ねるテナントは家賃や初期投資を抑えるチャレンジショップ形式で運営し、新規出店を促す拠点としたい考えで各お店が出店しています。8月2日に鯖江横丁にお好み焼き屋さんが仲間入りしました。オーナーさんは明るく気さくで、お店の内装まで手掛けるパワフルな女性の方です。ミックスモダン焼きを注文。カリッと焼かれた麺が上に乗るタイプです。いただきます。甘辛ソースはふわふわのお好み焼きとカリッとした麺に合いますね。パワフルなオーナーさんが登場。オーナーさんはブティック歴30年、蕎麦屋歴22年と人生経験豊富なかっこいいオーナーさんです。現在は福井市新栄にあんカフェと鯖江横丁のお好み焼きをやってる元気なオーナーさんです。お好み焼きの具材も大きくてたくさん入っています。まだオープンしたばかりだから、オーナーは試行錯誤しながらどんどん美味しくしていくよと言ってました。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。